大韓航空の航空事故及びインシデントは、大韓民国の航空会社である、大韓航空の航空事故及び重大なインシデントを一覧にしたものである。ハイジャックや攻撃などについては、大韓航空機の事件一覧を参照されたい。1976年8月2日、大韓航空642便ボーイング707の 320C がイランのテヘランにある、 メヘラーバード国際空港からソウルに向けて離陸した際、旋回する向きを誤ったため山岳部に激突し、乗員5名が死亡した。1980年11月19日、大韓航空015便ボーイング747の2バイト5バイトが、霧で視界不良の金浦空港への着陸侵入中、滑走路手前の堤防に接触、機体が滑走路に叩きつけられた。 乗員乗客226名のうち15名が死亡した。目測を誤って滑走路手前に墜落した、パイロットエラーとされた。1981年9月15日、大韓航空のボーイング747の200バイトが、フィリピンの二の焼きの国際空港から離陸する際、離陸決心速度を上回っているにもかかわらず、パイロットが離陸を中断したため滑走路をオーバーランした。 乗員乗客378人中40人が負傷した。1983年12月23日、大韓航空084便がノームの中、アンカレ自国際空港でサウスセントラル航空59便と地上衝突した。両機の搭乗者12人に死者はなかったが、機体はどちらも全損となった。1989年7月27日、 大韓航空803便 DC-10 の30がリビアのトリポリ国際空港へ着陸侵入していたところ空港手前の住宅地に墜落し乗員乗客199名のうち75名と地上にいた4名の計79名が死亡したリビア当局は悪天候下で着陸を強行した基調の判断ミスとして起訴した 炎上する2033便1994年8月10日、大韓航空2033便ウェアバスへ300バイト4から600アールが、チェジュ国際空港への着陸時に、滑走路をオーバーランシフェンスなどに激突しながら、停止した。機体は炎上したものの乗員乗客160人に、死者はなかった。墜落した八百一便百九十七年八月六日、 大韓航空801便ボーイング747の3バイト5がグアム国際空港への着陸の際、ILS が運用停止中であったため目視による非精密侵入を試みたが失敗し、空港手前の丘に墜落した。乗員乗客254名のうち228名が死亡した。1999年4月15日。 貨物便として運航されていた大韓航空6316便 MD-11F が上海公共国際空港から離陸した直後に上海郊外へ墜落した。乗員3名全員と地上の5名が死亡したほか、地元住民40名以上が負傷した。1999年12月22日、イギリスのロンドンからイタリアのミラノへ向かう。 予定の大艦航空8509便ボーイング747の2倍と5回貨物機がスタンステッド空港を離陸した直後の旋回中に墜落し乗員4名全員が死亡した2016年5月27日羽田発金保行きの大艦航空2708便ボーイング777の300型機が離陸滑走中に第一エンジンから煙が出て 後に出火した。乗員乗客は全員脱出スライドにて脱出した。2010年に成田国際空港で撮影された、事故期2018年6月29日、新川発成田行きの大韓航空703便、ボーイング777の300型機が成田空港の誘導路を走行中に、右出脚の車軸が折れて動けなくなった。 乗員乗客335名に怪我はなく、約1時間40分後に臨時バスでターミナルに移動した。国土交通省はこの事象を重大インシデントに認定した。ありがとうございます。